久留米市立高村中学校は、福岡県久留米市にある公立中学校。高村中学校、または高村中と略される。1992年4月1日に、久留米市立明星中学校から、分離設立された久留米市立第13番目の中学校で、現在久留米市で一番新しい中学校である。は、福岡県久米市高内町にある明さんの、 麓にある、久留米市で一番、新しい中学校である。中学校の北方に、久留米市立甲羅内小学校がある。近くに、西方団地があり、そこには、久留米市立西方小学校がある。その甲羅内小学校、西方小学校の生徒の大半が、甲群れ中学校に入学することになる。毎月第一火曜日に、中庭で、全校朝礼がある。 生徒数は300人もおらず、3学年は3クラスあるが、他の学年は2クラスしかない。毎年5月には体育祭、10月には文化祭がある。最終下校時間15分前になると放送で、組曲、筑語があの、加工が流れる。この曲は、文化祭のブロック合唱の曲名である。生徒が自主的に行動できるようになるために、ノーチャイムである。 クルメ市中学校の市内統一スローガンの一度しかない今、夢、笑顔、仲間を大切には体育館に提示されている。コウムレ中学校は韓国、富山にある冬柏中学校と長年国際交流を行っている。以前は修学旅行で冬柏中学校を訪問し文化交流を行っていた。その他、富山の街を中心に 富山外国語大学の学生のガイドを受けて判別自主散策をしていたが現在は京都と奈良に完全に変更された。夏休み中には冬柏中から70から80名の生徒が本校を訪問し文化交流を行っている。しかし平成23年度の修学旅行は3月11日に発生した東日本大震災による福島第一。 原子力発電所事故が韓国で報道され、風評が流れていたため、韓国の富山には旅行をしたものの、冬かしは中学校との交流は実現しなかった。高れ中学校では生徒会三役と各専門委員長が生徒会執行部となっている。高れ中学校では生徒一人一人が生徒会に所属し、生徒会三役、 各専門委員長が生徒会執行部となっている。各委員会に委員長1名、各学級から男女2名の計19名が所属している。各学級を縦割りにしてブロックを作る。主に体育祭や文化祭の合唱コンクールで活動する。現在、3つのブロックがある。1組イコール赤ブロック、2組イコール青ブロック、3組イコール木ブロック。 平成25年度1年生は1組2組しかないため2クラスを出席番号順に3ブロックに分けている。ありがとうございます。